小福亭二角、三代目、小福亭二角、小福亭二角、1937年、昭和12年1月28日台は、日本の情報落語を演じる、落語家である、本名、岡本武史。出林市は、症状を崩し、または、断じり。深夜ラジオ番組の出演で、当時の若者層から、絶大な人気を博し、番組中に発した、 どんなんかなが、当たりギャグとなった。所属事務所は、吉本工業吉本クリエイティブ、エージェンシー、1964年隊。情報落語協会会員、吉本工業特別顧問。身長165センチメートル、体重58キログラム、血液型は、O 型。妻は、吉本新喜劇に在籍した、A 流氏。大阪府豊中市在住。 大阪府大阪市育野区出身、後に、道府片野市へ転居した。成果は、鉄工所経営。大阪市立育野工業高等学校卒業後、友人らと訪れた、小道具屋のワゴンセールで、浪曲や安ぎ説の SP レコードに混じって売られていた、初代、桂春団治の SP レコードを購入。自宅にあった父の蓄音機でその落語を聞いたのが、 きっかけで軽快に見せられ、前田通る、後の二代目、桂ツ桜シ演芸好きの仲間と天狗連を結成する。朝日放送ラジオ、東西を笑いた流ゅう毎日放送、素人名人会などの素人参加番組に出演。東西を笑いた流ゅうのプロデューサーだった駒、林俊夫から、出演者が足らんかったり、おもろなさそうやったら、わざわざ彼に出演を依頼したほどと言わしめるほど。 才能を買われていた。前田が三代目、桂米長に弟子入りした、翌年の1961年3月中旬、素人参加番組の審査員だった六代目、小福亭昇格に入門を懇願、4月1日に正式に弟子入りした。二角という芸名は、師匠の六代目昇格が車で角を2回曲がった際、二つの角二角二角から思いついたものとされる。 1962年4月、高島屋で行われた若手の落語会で初舞台を踏む。本来は新世界新ヶ月で初舞台を踏むことが決まっていたが、周囲から小福亭花丸と組んでステレオ落語のようなことをやれ言われるも、師匠の六代目昇格が反対したという。師匠である六代目昇格やその弟子の大部分が小畜芸能に所属しているのに対し、 二角は活動初期から吉本工業に所属している。これは三代目、林家染丸が吉本でやってみ、遺品家と二角を誘い、六代目昇格も賛成したためである。二角に吉本を勧めた理由は染丸、昇格ともに吉本向きだからだったという。京都花月で吉本デビュー。ネタはくっしゃみ公尺であった。 この講座に関しては受けず失敗したという苦いエピソードがある。1967年4月、吉本新喜劇の女優、英龍氏と結婚する。1960年代後半以降、落語ブームも相まって、月亭課長や桂三氏、現、六代桂文江と共に、吉本工業の顔として、過月劇場チェーンへの出演の傍ら、テレビ、ラジオ、映画、 レコードに多数出演。お笑いタレントの宝庫としての吉本の基礎を築いた。戦後の吉本に対する二角の功績について、漫才作家カー立ち国旗は、今日の吉本の元は二角がつく、吉本中高の祖と評した。吉本の総帥と呼ばれた、林昭之助でさえ、二角には、頭が上がらなかったという、初代、桂春男子などの大物芸人ですら呼び捨てに、していた昭之助が、 二角だけは、三付けで呼んでいたと後輩の前田五郎は著書に、記している。章之助は、生前、二角の面倒は一生吉本で見るようにせいと、言い残している。ラジオの深夜放送、大阪オールナイト夜明けまでご一緒に、ラジオ大阪、火曜日担当や、ABC ヤングリクエスト、朝日放送ラジオ内の内報番組、二角、頭のマッサージで、 若者ーら絶大な支持を得た。後に、二角を代表するギャグとなった、どんなんかなは二角がハガキを紹介する際、どんなハガキでしょうかという意味で絶叫していたものであった。また同番組では、架空の、掃除のおばちゃんが放送中にスタジオブースに入ってきて、二角の周りをうろつく、という設定をたびたび演じて、評判をとり、後に、自身の歌、おばちゃんのブルースの元になった。 やがて二角は、ヤング王、ー、MBS テレビを通じて、全国区のタレントとなった。ヤング王、ー、では、放送開始直後に、ごきげんよう、ごきげんよう、とが成り立て、裏番組のてなもんや一本やり、朝日放送テレビにチャンネルを変えさせないポジションを、になった。二角は、視聴率を5%上げる男との異名を取り、当時のテレビ関係者は、 キャスティングするため奔走したという。1972年には NHK 紅白歌合戦に応援ゲストとして出演している。1973年に放映されたボンカレー大塚食品の CM で時代劇小連れ狼のパロディとしてハイ一等に噴し、3分間待つのがぞのフレーズで一世を風靡した。この時期、二角の写真がプリントされた。 大塚食品の自動販売機の筐体が多数製作、設置された。落語界や寄せでも人気が上昇し、めくりが二角の名に変わるだけで笑いと拍手が起こり、登場すると同時に歓声が湧いて、落語を始めるのに十分近くかかったという。そのため、当時漫談の滝明からは、笑いの爆弾男とのあだ名をつけられる。四角い二角がまーる収めますのフレーズで有名な、 法律バラエティ番組の元祖、バラエティ生活笑い百科、NHK 大阪や大阪本和歌テレビ、YouTube などのレギュラー番組長らく受け持つ。二角は六代、文江、西川清と共に、吉本工業の三巨党と称され、吉本のみならず、情報落語会の重鎮として、独演会や一問会などの落語会で活躍する。一方、 吉本の本拠地、ナンバグランドヶ月、NGK にも月1回のペースで出演している。2005年2月1日には吉本、工業特別顧問に就任。タレント活動を続けながらご一見番を担うことになった。これは、二角の常日頃の人柄、吉本工業に対する過去からの貢献によるものである。いずれも、吉本工業所属。兄弟弟子、 孫弟子などについては、昇格一問のページを参照のこと。シングルレコード、LP レコード、CD、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。